エドマンドバーク、エドマンドバーク、1729年1月12日から1797年7月9日は、アイルランド生まれのイギリスの政治思想家、哲学者、政治家、保守思想の父として知られる。ダブリンで富裕なアイルランド国境会信徒の家庭に生まれ、1765年から1794年まで、イギリス庶民院、会員議員を務めた。 トーリー党、後の保守党に対する保育党、後の自由党の幹部を務めたため、バークを保守主義者ではなく、古典的自由主義者に分類する説もある。アメリカの国立革命運動を支持した一方、その後のフランス革命には反対した。反フランス革命の立場を取ったので、彼は保育党の保守派派派閥の中で率先者となった。彼はこれを旧保育と呼び、 チャーリー・ジェームズ率いるフランス革命支持派のシンホイックに反対した。首長は1790年のフランス革命の政策、現代、リフレクションズ・オン・ザ・レボリューション・イン・フランスであり、この本はロマン主義及び保守主義のバイブルとされる。フランス革命を全否定して、ジャコバン派の完全追放のため、革命フランスを軍事力で制圧する退仏戦争を主導した。 また分断に出るきっかけとなった論文の、数項と美の観念の起源は、英国で最初に美学を体系化したものとして、有名である。ここでは、数項美という一つの美意識が定義されている。政治家としては、絶対王政を批判し、議会政治を擁護した。特定の選挙区の有権者の利害を代表しない、一般代表の理念を提唱した。文章家、演説家でもある。 バーク保守主義は、フランス革命により提示された、社会契約ではなく、本源的契約を重視する。多年にわたり、根本的に保持してきたものの中に、本源的契約の存在を見、その現れである祖先から相続した古来からの制度を、擁護し、それを子孫に相続していくとする、政治哲学である。このゆえに、自然的に発展し成長してきた目に見えぬ、法、顧問、 呂や道徳、あるいは階級や国家は、もちろんのこと、可視的な君主制度や貴族制度あるいは、教会制度においても、ある世代が自分たちの知力において改変することが、容易には許されない事項の憲法があるとみなし、合法的な残虐を犯した、元インド総督の断崖演説、1788年、では、国民の大半の利益に反する法は、 道理を踏まえた制度という性質を持たないから、権威を持たない。なぜなら、いかなる生態においても、真の立法者は国民であるからである。法を究極的に基礎づけかつ動かすものは、国民の明示的な意し目視的な合意であるとして、適切かつ十分な人間の力と、国民に法的判断の権利や義務を持たせるための、公正な憲法の必要性を説いた。バークは、 フランス革命を激しく非難する一方で1688年の名誉革命を支持した。これは1688年の革命が人民主建設による立場からのものではなく、イギリス古来の建政政策原理、旧保育主に沿ったものであり、民族固有の所存であり、必然性、なせきから起こった革命であり、革命によりそれが保持されたためである。 1688年革命は王国の古来の基本的国家組織、本源的契約に国王の側から侵害があったことが原因であり、それを回復し放置するためになされたとする。バークはまた、フランス革命に影響されたホイックの同僚たちが、支持する、不可、譲るの人民主権説を批判する。すなわち、人民主権説によれば、人民は違反行為のあるなしに関わらず、 王を処置しる。人民は、随意に、自らいかなる生態をも、新たに設けうる。異性者は、義務だけを負わされ何の権利も持たない。彼らの知性の存続期間は契約の固有の課題では、なく人民の意思次第である。また事実上、社会契約がなされ、それが拘束するとしても、それは直接契約に関わった人々だけを、拘束するのであって子孫には及びえない。バークは、 社会契約の持つ契約性の疑瞞を求断し、本源的な契約とは、そのようなものではないとする。イギリス国民の個々が享受し相続してきた自由、名誉、財産は、このプリスクリプティブコンスティチューションの用語において、また、世代を超えて、生命を得ている慣習、習俗や道徳の宿る、中間組、インターミディエートソーシャルグループ、例えば家族、村、 教会コミュニティ等の用語によって守られると考える。これは社会契約論が唱える仮想された自然権が必然として要求するような種類の理ではなく現実のイギリスの歴史が自然と形成してきた説理である。しかし同時にヒューム倫理学の系譜にのっとり経験論の限界にも言及しており歴史から道徳上の教訓を引き出すことの危険性について歴史とは 注意ををを怠れれば我々のの精神を蝕んだりり幸福を破壊したりするるに使われかねないいとも述べているこのようなバーク哲学において人間の知力などというものは祖先の英知が巨大な山のように堆積している古来からの精度には及ばない賠償で欠陥だらけのものとの考えがある。それゆえ理性主義、すなわち デカルト的な人間の理性への過度な過信を根源的に危険視し、信療を提起する。言い換えれば、個々の人間を多くの間違いを犯す、不完全な存在とみなす、権欲な人間観に基づいている。文明社会が人間の知力で設計されたものでない以上、文明の政治経済社会に仮に、人間の知力や理性に基づく設計や計画が参入すれば、 その破壊は不可避となり、個人の自由は圧作され剥奪されるとする。同世代のスコットランド人、アダム・スミスは、後に彼の書籍、国とミーロンにおいて、見えざる手、アニ・インビジブル・ハンドなる表現をもって著名となったが、無駄のない合理的な説理としてのソーシャルエコノミー、社会のエコノミー・ザ・ナチュラル・コース・オブ・シングス、自然の成り行きは、バークにとっても重要な概念であった。 バークは人間の文明社会は、幾世代にわたる無意識の人間の行為で形成されたものであっても、人間の知力で設計されたものではないと考え、幾世代にわたる無意識の人間の行為と、神摂理との共同作業において開花し発展、成長した偉大なものが文明の社会だと把握していた、イギリス史略。バークにとって自由は、 英国の長きにわたる歴史の中で醸成されたものであり、国王体験と議会特権とのあらゆる嵐と構想に耐えて維持されてきたものであった。自由は祖先から相続した財産であるがゆえに国家に対して不可侵権を持つのであり、決して人権や自然権であるからではなく、自由を世襲の権利として正しく永続させ、聖なるものとして保持すべき筋道、方法として、 歴史上の経験から世襲王制以外はないと彼は考えた。バークによれば、偏見は諸国民や諸時代の共同の銀行、資本であり、そこには潜在的な知恵がみなぎっている。その偏見はより長く続いたものであり、広く普及したものであるほど好ましい。各人が主的に蓄えた、緊張な理性よりは共通の偏見に従った方が良い。言い換えれば、 偏見の衣を投げ捨てて、裸の理性の他は何も残らなくするよりは、理性が織り込んである偏見を継続させる方が、はるかに賢明であるという。偏見は下級に際しても即座に適用できる。あらかじめ精神をかっこたる知恵と美徳の道筋に従わせ、決定の瞬間に人を、会議や謎で不決断で躊躇させない。偏見とは、人の美徳をしてその習慣たらしめるもの。 脈絡のない行為の連続には終わらせないものである。このように、バークの考える偏見は、迷信とは異なり、知恵と美徳をもたらし、社会の熱狂を防ぐものである。一方で、バークのソーシャルエコノミーは、現代の我々にとって、受け入れ難い、当時の社会現実を許容することを求めている。それは、奴隷的階層の問題であり、社会的に固定された階層が、 それが有益であとの結果論をもって肯定されてしまう、イギリス効率主義の着想の限界もまた抱えている点である。制作においては、ソーシャルエコノミー、自然の有機的統一ゆえに、早朝から夕闇に至るまで、奴隷的で、屈辱的で薄汚くて、非人間的で、しかも健康に、極めて有害で病気になりそうな無数の仕事を、多くの気の毒な人々が、 不可否的に運命づけられているのと同じよう、修道士は、聖火体を歌わせる以外に、使い道のない平らなものに見えても有益に、使われているのですとしている。1729年1月12日、アイルランド王国、ダブリンの法律家、リチャード・バークの次男として生まれる。父は、国教徒、母はカトリックであったが、彼は、国教徒となる。1744年、 15歳で、ダブリンのトリニティカレッジに入学する。1748年に、文学史の学位を得るが大学に残り、美学の研究を続ける。1750年、父の希望に従い、ロンドンの法学院ミドルテンプルに入学する。1756年に、自然社会の用語、1757年に、数項飛びの観念の起源を匿名で発表する。 特に後者がサミュエル・ジョンソンに真に批評に値するものと評価され、分断に出る。この年にジェーン・ニュージェントと結婚する。1758年には出版人と組んで、前年の世界情勢を記録、分析した年間を創刊し、約30年間にわたって編集に携わった。1759年、政治家の秘書となる。 1761年から1764年までアイルランド総督の主席秘書となったハミルトンと共に主としてダブリンに滞在する。1764年にジョンソンを中心にして結成されるザ・クラブ、後の文学クラブにジョシュア・レノルズ、オリバー・ゴールド・スミスラと共に創設会員となる。1764年にハミルトンと決裂した後、1765年に ホイック党の派閥の領収録金が無効、チャールズ・ワトソン・ウェントワースの秘書となり、バッキンガムシャーから選出されて、英国会議員とな、国王ジョージ三世と王の友と呼ばれた、トーリー党員たちが名誉革命以降制限された、諸権限を取り戻そうとする中、1770年に、現代の不満の原因についての考察により、政党政治の意義を解き、 議会の王権からの独立、議会情報の公開を主張した。植民地政策をめぐっては、通称政策を重視し、アメリカに対する課税、和解の提案を記し、アメリカ植民地住民との和解を主張した。また、アイルランドのカトリック教徒を弁護し、経済上、刑罰上の規制緩和を訴えた。さらに、東インド会社による腐敗したインド統治を是正するため、 インド法案の起草者となる。初代インド総督であるウォーレン・ヘイスティングズに対しては1773年に不信を表明し、後には弾劾運動を始め、1794年に自身が議員を引退するまで続けた。ブリストル選挙区から立候補した際には、近代民主制の代表制度における一般代表の観念で有名なブリストル演説を行っている。 1784年にはグラスゴー大学の学長に任命されている。1789年7月14日のバスティーユー国の襲撃がロンドンの新聞史上に報じられた7月18日、バークはすでに60歳の老齢であった。バークは当初からフランス革命に対し否定的であり、そのことは彼による フランス革命への記録上最初の言及である1789年8月9日の手紙からわかる。その手紙にはこう書かれている。バークがフランス革命を断固として拒絶するようになった。きっかけは1789年10月5日から6日にかけてルイ16世をパリに引き戻すために市民が暴徒化してベルサイユへ進撃した出来事、エルサイユ行進である。 同月10日、バークは息子リチャード宛ての手紙の中でこう記した。またバークは当時無名であったリチャード・プライスの名誉革命記念協会がフランス国民会議に賛を送ったことにより、あたかもイギリスの世論が同協会の意見と同一視されることに危惧を抱いていた。同年11月、バークは革命支持者であるフランス人青年シャルルイコールジャンイコール。 フランソワ・デュポンから手紙を受け取る。バークは、私の言う危機的な言い回しは、すべて単なる疑問の表現としてみなされるべきである。と返答した。が、彼は付け足した。あなた方は君主を倒したかもしれない。でも自由は脱会できていない。と、さらにその後、バークがしたためた長文の手紙と、1790年1月に第二の返信をしたためている時読んだ。 ユニテリアン牧師、リチャード・プライスの祖国愛にいて、絵の反論が合わさり、同年11月のフランス革命の政策の出版に至る。フランス革命の政策の内容は、フランス革命への批判、そして革命が以後どのような経過をたどるかの予見である。バークが初めて公的な革命非難を行ったのは、1790年2月9日。 軍隊の予算見積もりに関する国会の議論においてである。首相のショーピットやチャールズ・ジェームズ・フォックスがフランス革命称賛したことによって引き起こされた。さらに1790年5月6日、英国会員でフランス革命の脅威を解いたので、この日を政治的保守主義内し近代保守主義の生誕の記念日とするものも存在する。 生殺出版後、1791年に、フランス国民議会の一議員への手紙を出し、バークはその中で、なるほど確かに、フランス国民は、主権者になったが、同時にいつ殺されるかわからない奴隷となったとして、フランスが無秩序状態になっていると批判した。同年9月には政府への憲白書、フランス革命情勢が出され、フランス国内に、 反革命勢力が存在しているうちに英国はフランスに宣戦布告すべきであると主張した。1792年12月には現在の情勢を記し、ピットが革命後のフランスによる領土的侵略を警戒したのに対し、バークは英国の法と自由の崩壊、ひいてはヨーロッパ文明の破壊というフランス革命にいるイデオロギー的侵略に重点を変更するよう継承を鳴らした。 マークはピットが指導する大仏戦争に反革命の十字軍としての使命感を求め、1796年の国王 C 虐者との講和、に反対するでは、同じ文化、同じ宗教、同じ法を共有していないものとの講和は可能であるとして国家利益の堅地から英国が模索するフランス革命政府との妥協に反対した。こうした姿勢はこの世を去るまで貫かれた。 1794年に議会を退き、ビーコンズフィールドに引退した。同年8月、溺愛していた息子リチャードが死去する。1797年の初めからバースに、天地療養するが、5月下旬に、ビーコンズフィールドに戻り、7月9日、指定で病没した。超結核とされる。68歳。墓はなく、教会の礼拝堂の床下深くに妻。 息子と共に埋葬されている。経営史学者、野中育次郎によれば、ウィンストン・チャーチルはバークを政治家としての一つのプロトタイプとしていたとする。米国においては、コーク、ブラックストーンによる法の支配の法哲学がアレクサンダー・ハミルトンらによって継承されていた。バーク哲学が本格的に流入したのは、1950年の朝鮮戦争の勃発に伴って、 国を挙げて反共に思想武装するためであり、ラッセル・カークラに先導されて大ブームとなった。そして、1981年に大統領になった、ドナルド・レーガンは、反共反訴であっただけでなく、米国史上初めて、バーク保守主義を信奉する大統領であった。フランスにおいては、初のバーク主義者は、トクビルであり、その主張、アメリカのデモクラシー。 1835年から1840年の主概念、多数者の先生は、バークの概念を借用しているし、平等が国家と社会を解体していき、反転して全体主義体制に至るとの特ビルのモチーフは、フランス革命の政策そのものである。バーク哲学が事実上全く導入されなかったのは、ドイツとロシアである。日本に初めてバークを紹介したのは、 金子健太郎である。1881年、金子は、バークの、フランス革命の政策と、新ウィックから、旧ウィックへ、を、省略、政治論略として、元老院から刊行した。自由党のルソー主義への批判が目的であった。ルソーを信奉する、植木エモリは、これに対して1882年、論文、没字学、ボルクをツすにより反論した。 バークに関する研究が始まるのは、第二次世界大戦後のことで、まずは小松春夫による研究、これに岸本浩二が続き、日本においてもある程度の研究基盤ができた。一方、フランス革命を熱烈に支持し、トマス・ペインの信奉者である坂本義和は、ハンバークの立場から自分のバーク論をまとめている。なお、ニトベ・イナゾウはその主張。 武士道の冒頭に、ヨーロッパにおいてこれ、武士道、引用者としまいたる、騎士道が死して帰り見られざりしとき、一人バークはその棺の上にかの周知の、感動すべ三事を発した。今あれバークの国語、英語をもってこの問題についての考察を述べることは、私の愉快とするところであると書き記している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。